石油情報センターが発表した今週の道内のレギュラーガソリンの平均価格は 151.4 円です。ガソリン価格は先週1年2ヶ月ぶりに150円を超えましたが、さらに 1.1 円価格が上昇し、これで6週連続の値上がりとなりました。また灯油の配達価格は 95.9 円で、灯油は3週連続での値上がりです。石油情報センターによりますと、イランとアメリカの対立が続き、中東情勢が緊迫化していることから、来週も引き続き値上がりする見込みだということです。